皆さんこんにちは。こんにちは。本日は、神の庄稲崎教会のチャペルコンサートにお越しいただき、誠にありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます木原ヨハネと言います。はい、石田正則と言います。よろしくお願いします。今日は石田さんと初めて司会をさせていただきます。はい、ぜひ温かい目を持って見守ってくださればというふうに思います。今日はですね、たくさんのゴスペルや、賛美の歌を聴いていただきますが、このゴスペルというのはですね、多くの歌謡曲は、人から人に思いを歌ったりしているものですけれども、私たちが歌っているのは私たち人間から神様に向かって歌っている歌、あるいは逆に神様から私たち 人に向かって送ってくださる言葉を曲にしているのがゴスペルと言います。はい、そこで、今日のテーマ愛です。はい、今日のテーマは愛と言います。はい、愛といってもですね、人間同士 の多くは友達の愛だったり家族の愛だったり、それから、恋人の愛だったりすると思うんですが、今日のテーマは神様からの愛ですね。はい、神様からの愛を今日のテーマとして、コンサートをしていきたいと思います。ゴスペルクラブの皆さん、それでは準備をよろしくお願いします。石田さんは、はい、愛する人はいますか？今そうですね、いないですね。いないっていうか、いるかもしれない。自分はすごい神様にある友人として石田さんを愛しているんですけれども、石田さん今愛する人がいないということですので、ぜひ覚えてお祈りをお願いします。それではゴスペルクラブにまず初めに歌っていただきます。それではゴスペルクラブの皆さん、よろしくお願いします。Purple
just because we rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. どうこんにちは。私たちは山里ゴスペルクラブといいます。この山里地区の歌が大好きな者たちの集まりなんですけれども、病院とか市民病院とか大学病院とかそれから老人ホームとか年間40回ぐらいにいろんなところに行っています。山里小学校にも行きました。で本当に、生きていくのが辛くなった時に聞いてほしいと思うゴスペルをいろんなところに届けているゴスペルクラブです。敷居の低いクラブなので皆さんぜひ一緒に入って歌っていただけると本当に元気になっていただけると思います。今日はですねあと2曲聴いてください。 God is Love という曲です。のには花が咲き乱れて歌の季節がやってきた。長い冬は過ぎ去って大雨も通り過ぎた。我が愛するもの美しい人よ、やがて涙は枯れ果てて君に笑顔が戻るだろう。送り抜くことなくただ前を向いて歩こう。我が愛するもの美しい人よ、ということでゴスペルクラブで愛こそすべてという God is Love という歌を聴いていただきました。昨日はバレンタインということで世界中にチョコがいっぱい日本は特にあふれたと思うんですけども、本当 の神様の愛に今日ここで出会っていただけたらなというふうに思います。で、今日はですね韓国で爆発的にヒットした君は愛されるために生まれたという曲を聴いていただきたいと思います。この曲のテーマも愛ですのでぜひ聴いてください。彼女の名前はイ・チソン。将来小学校や幼稚園の先生になることを夢見て日夜勉強していた。理科女子大学4年生だった2000年、兄が運転する車に同乗中飲酒運転の車に衝突されるという
事故に遭う。兄によって助けられたものの、全身の 55% に大やけどを負ってしまった。7ヶ月にわたる入院、十数度の手術、苦痛に満ちた治療、そうした肉体的な痛み以上に克服しなければならなかったのが、それまでと一変した要望をいかに受け入れるかだった。子孫を見た人々は化け物と言って彼女を蔑んだ。ある日、彼女のもとに来た母が枕元で CD をかけた。それはゴスペルだった。彼女の目には涙があふれた。ふとベッドから見上げた窓の桟が十字架に見えたのである。最初は自分の顔を見ないようにしていた子孫、たくさんの愛に支えられ、彼女はもう一度生きる力を得ていった。少しずつ少しずつ鏡に映った自分を見て、手を振り挨拶をするようになった。こんにちは、イ・子孫。鏡の中の新しい子孫も挨拶を返した。子孫、愛してるわ。一番悩んでいたのはお兄さん。助けたことは本当に子孫にとってよかったのか。お兄さんに彼女ははっきりと答える。何度でも助けて。昔の姿に戻りたいですかという質問に、彼女の答えは戻りたくない。この生きる喜びを失いたくないと、彼女は顔を輝かせて答えた。愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。その愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。
君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君の生涯は愛で満ちている。ありがとうございました。山里ゴスペルクラブによる、3曲聴いていただきもらいました。さて、今バレンタインデーの話が少し出ましたね。はい、はい、石田さんは今回チョコもらいましたか？一ついただきました。ちょっと予想外の返しですかね。昨日のリハーサルの段階では、0個だったはずだったんですけども。1個もらえたようです。はい、私たちはですね、なかなかお互いに愛したり愛されたりというのをするというのは難しいことだと思うんですけども、まあ、そんな私たちも神様はいつも私たちを愛してくださっていますね。プラスにこの愛を歌っている曲を歌っていただきたいというふうに思います。はい、ではそれでは歌って、プラスで、プラスで、あなたの手が私を包みです。それでは聴いていただきましょう。君が前からずっと見守っている君が、孤独な時もずっと見守っている。感情を見失い、望みも見えない、明日をどう生きてゆけばいい。もう大丈夫、恐れることない、愛されてる、ずっとそばにいるよ。あなたの手が私を包み、傷ついた心に希望を与える。恐れずにいてほしい、ずっとそばで見守っている。君は愛されている。ずっと見守っている。感情を見失い、望みも見えない、明日をどう生きてゆけばいい。もう大丈夫、もう大丈夫、恐れることない、恐れることない、愛されてる、ずっとそばにいるよ。あなたの手が私を包み、傷ついた心に
希望を与える、恐れずにいてほしい、ずっとそばで見守っている、愛されれば愛されるほどに、あなたの言葉を深く知る、恐れずにいてほしい、欲しい、ずっとそばで見守っている、君は愛されている、ずっと見守っている、愛されている。はい、では、ありがとうございました。プラスであなたの手が私を包みでした。はい、ありがとうございました。続いてはですね、一つのミュージックビデオを見ていただきます。これはハッピーテーブルというチームで、僕らの神様という曲なんですけれども、実は、私と私の弟のチームなんですね。で、この曲は自分が作詞作曲した、神様の愛のこともテーマにしている曲なんですけれども、この間そのミュージックビデオを作りまして、でちょっと寝癖がついていたり、なんかあの靴下が違ったりと、ちょっと恥ずかしいところがいろいろあるんですけれども、まあ、そんな私たちでも神様を愛してくださっているという中で、本当に楽しんで賛美をさせていただいています。ぜひあの楽しみながら見て、温かい目で見守っていただくださればというふうに思います。では、はい、お願いします。はい、それでは、ご覧いただきましょう。ハッピーテーブルで、僕らの神様の映像をご覧いただきたいと思います。永遠に変わらない世界を想像、時を定めて未来を照らす光、ケミカの愛、罪を許しサタンを砕き、勝利感謝、手を導かれる方、全知全能、十字架の十字架の愛、罪を許しサタンを砕き、勝利感謝、光栄光、全てを導かれる方、全知全能、
ご覧いただきました、ありがとうございます、ハッピーテーブル、僕らの神様でした。はい、恥ずかしい限りですけれども、はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。ということで次のチームに、早く行きたいというふうに思います。次はフェイスフルフィフティーズという、チームに出てきていただきます。これは平均年齢が平均年齢が50代のチームなのでフェイスフルフィフティーズというチームでございます。今日ちょっと酒井さんにチームリーダーの酒井さんに一つ聞きたいことがあります。昨日ハッピーバレンタインデーの日に奥様からチョコはいただきましたか？残念ながら課題からはもらえませんでしたけれども、はい、職場で義理チョコをいただきましたのでそれを私からかなにプレゼントしました。ありがとうございます。ぜひですね、酒井さんの奥様にもチョコを差し上げていただければというふうに思います。はい、ではフェイスフルフィフティーズに今日は2曲歌っていただきます。曲の紹介をお願いします。はい、フェイスフルフィフティーズで、エルサレムの平和のために祈れと、十字架のもとに重荷を下ろし、この2曲を続けてお聴きいただきたいと思います。よろしくお願いします。救い主を信じるように
立ちで礼拝捧げ輝く主の栄光現れるように癒したまえこの町を来りたまえ彼らのうちに役に来られる主イエスよホザナホザナと歌い迎えホザナホザナ褒めたたえよホザナホザナと歌い迎えホザナホザナ褒めたたえよ褒めたたえよ。感謝します。今日はいつものメンバーと少し違ってですね、若干若返った FF です。今日のテーマは、愛ということなんですけれども、非常にふさわしくないチームが登場しております。この世の罪と欲にまみれたチームであります。そんな私たちでさえもですね、そのままの姿で神様は愛してくださいます。人生に疲れた時、また苦しみと試練のただ中にあった時、そんな時でも神様の愛に触れて喜びで満たされます。というわけで、人生に疲れた時にぜひ聴いていただきたい曲を賛美させていただきます。十字架のもとに重荷を下ろし、重荷を下ろし
りまでイエスと共に歩む。はい、フェイスルフィフティーズに歌っていただきました。石田さんは、はい、今日司会をされていますが、実は話すのが苦手だったんですよね。はい、まあ、教会に来始めた頃はもうとっても苦手で、はい、こうあの聞くのも、こう話すのもすごくあのすごく飛び飛びだったんですね、はい、だったんですね、はい、でも今こうして司会をされていますが、はい、本当神様の愛はですね、この私たち本当この会話ができないとか、その本当できずに本当苦しむ、このようなこう自分でさえもこう受け入れてくださって、しかもその神様の愛はこうその私たちはですね、こう作り変えてくださってですね、今このようにここまでこう話せるようになりました。はい、ありがとうございます。ということでですね、ここで次のチームに歌っていただきたいと思います。では曲の紹介をお願いします。はい、次はですね、ピースで5、3曲続けて聴いていただきたいと思います。 Realize、この愛、 Raise your burdens、 この3曲を続けてお聴きいただきたいと思います。お願いします。はい、皆さん おはようこんにちは、フィースです。フィースと言います。今高校2年生で、弾き語りをしているんですけど、今映像を作ってたのが兄で弟なんですけど、今日はですね、まさか友達がいきなり来るって知らなくて今すごい緊張してるんですけれども、あの Realize というのをまず最初に、ちょっと初めての曲でちょっと今は挑戦してる曲なんですけれども、ここにも神様の愛が入っているので、歌詞を聴きながら感じていただきたいなと思います。移りゆく時の流れの中で、変わらない愛を探し求めて、暗闇に道を見失う時、確かな光が私を照らす。差し伸べられたあなたの手が、凍てついた心を優しく包む。その大きな愛を、永遠の愛を、ずっと離さないで歩き続けよう。次に歌うのが、今さっきのはちょっと
今風なテンポの感じだったんですけれども、次はですね、この愛っていう、ちょうど今回のテーマの愛にちなんで、この愛っていうのを歌わせていただきます。これは去年のゴスペルコンテスト、全国ゴスペルコンテストっていうのがあったんですけれども、その時に歌わせていただきました。で、これはですね、実はちょうど私が修学旅行で6月に北海道に行って、富良野に行った時に、なんかすごく行った時にこのアレンジを作ったんですけど、今から歌うそのアレンジが思い浮かんできました。聴いてください。
した最後に、最後にですね、Lay Your Burdens っていう曲を聴いてください。これは、英語なんです。Lay Your Burdens っていうのは、あの聖書の御言葉の重荷を下ろしな、私のもとに下ろしなさいっていうところから取られています。ピースに歌っていただきました。ありがとうございました。それではここでですね、礼拝体験の時をお持ちしたいと思います。今日は皆さんチャペルコンサートということで、せっかくこの教会に来ていただきましたので、礼拝というものを少し体験していただきたいと思います。この礼拝というものはどんなものか説明していただけますか。はい、この礼拝というのはですね、この神様 この愛というのをですね、このメッセージ、まずこう賛美の中で、そして、こう祈る中で、そしてこう、メッセージの中でですね、こう神様の愛をしっかり受けていくというものです。はい、それではその礼拝体験を、この長崎教会の伊沢木原誠牧師に導いていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
こんにちは。それではいつもの礼拝のように賛美をしたいと思いますけど、賛美シートはどこにあるのかな。それではよろしくお願いします。ぜひ皆さんも一緒に声に出して歌っていただきたいと思います。私になる方は私になってくださって一緒に賛美していただければというふうに思います。それじゃあ喜びの歌からいきます。よろしくお願いします。大丈夫と神様の言葉があるなら大丈夫、いつでも心配いらない。目を閉じて心を描く未来を、喜ぼう、その時はもう始まってる。喜びの歌を心から歌おう、共にいる神様の無限の恵み。喜びの歌を心から歌おう、山も動くよ、神様が共にいる。弱さの中隠されてる大きな力、いつかきっと来て栄光を表す。感謝しよう、感謝しよう、どんな困難も神様の大きな奇跡の舞台。喜びの歌を心から歌おう、共にいる神様の無限の恵み。喜びの歌を心から歌おう、山も動くよ、神様が共にいる。喜びの歌を心から歌おう、
く一つの花のように枯れない希望を持っている。それから大雨が降るように恵みで満ちてゆく。小さな勇気さえもなかった私に与えてくれた、この喜び伝えたいと思う。喜びを Joy, joy, joy、 あなたI'm not afraid to die.
座りください。感謝します。それではここで短く聖書からお話をしたいというふうに思います。聖書の中にすごく短い箇所があります。神は愛ですという言葉なんですけれども、今日のテーマは愛ということなんですけれども、先週の火曜日、今週の火曜日祭日だった日ですね、私たちの教会では愛参会というのがありました。愛参会というのはみんなで食事をして、そして、交流を深めるんですけど、今日はちょっとお仕事で来ておられませんけど、フィリピンの方が13人やってまいりました。今礼拝に私たちの教会外国人がすごく多くてですね、コンゴの人、それからザンビアいないか、ナイジェリアの人、それからインドネシアの人、韓国の人、フィリピンの人、それからケニアの人、ちょっと前まではマリの人もいたんですけれども、アフリカとかアジアからたくさん人が来ています。フィリピンは大体20人ぐらいいまして、でこの1月1日の日にも特別礼拝をした後に交わりをしたんですけど、その時はフィリピンの人は6人だったんですね。で1ヶ月経ったら13人になってたんですね。で、5時から準備で6時から始まりまして、9時ぐらいまであったんですかね。みんな時間を忘れてですね、本当に楽しかったんですね。で、ちょっと本当は映像で見せてあげたいぐらい、なんかもう笑いが絶えなくてですね、終わった後に一番下 のうちのさっきドラムを叩いた子がですね、私にですね言ったんですね。あの隣の部屋でですね、うちの教会ぐらい楽しい教会はあるのかなとか言ったんですね。それぐらい楽しい時だったんですね。でなんでそんなに楽しい交わりができたかというと、気の利いた冗談だとか面白い、話もあったんですけども、そういうことが中心じゃないと思うんですね。そういうことならいっぱい世の中には他にもあると思うんですけど、そういうレベルじゃない、なんかこううまく表現できない楽しい雰囲気があったんですね。それは私たちの交わりの中心にキリストがいたからなんですね。今日実は2時から、今日この日の2時から午後2時から3時までコンサートが始まり1時間前 KTN というテレビでですね、なぜそこに、世界なぜそこに日本人かなという番組がありまして、そこで、ザンビアに行っている一人の女性、ムタレ青木青子さんという方が取材されて、54分間放映されました。あ、コマーシャル抜いて54分間だからコマーシャル1時間ぐらい。実はそれはテレビ東京で12月30日の8時54分から放映されたのが、長崎ではちょっと放映されなかったんですけど、今日放映されたんですね。でそれは青木さんとおっしゃる方はザンビアで行って、個人を作ったり学校を作ったりしてるんですけども、その方のことなんですね。実はその方と私は知り合いというか、上司に当たるんですね。で彼女はですね、実はですね、若い頃セネガルに2年間いました。フランス語ペラペラです。でアフリカは英語とフランス語とアラビア語っていうのは大体共通語なんですけども、セネガルはフランス語だったんですね。で2年間行ってで、海外青年協力隊へ行ったんですね。そして、食事かなんかをして現地の人にそれを教えて、現地の人は自立できるようにということで一生懸命やったんですね。一生懸命やった結果どうなったかというと、彼女はですね、絶望したんです。で一生懸命やった結果思ったんですね、本当に愛がないとダメだってことに気づいたんですね。で彼女はクリスチャンでも何でもなかったんです。そして一生懸命やった結果、本当に一番一生懸命やってるのに結局うまくいかなくて、自分の中には愛がないと思って絶望して帰ってくるんですね。でその後彼女は名古屋でね、本当は東北の人なんですけど名古屋に来て、特養って言いましてね、特別養護老人ホームってところに入ります。しかも普通の特養じゃなくて、精神的に病んでる人、体がちょっと障害がある人たちの、そういうところに行ってですね、なんですけどすごく生きがいを感じて元気に働くんですね。職場の人にも恵まれて、でもう絶望して自殺未遂までしたんですけど、そこに行ってやっとなんかこう生きがいを見つけて元気に頑張ってたんですね。ところがね、アフリカへの思いが消えないんです。どうしてもアフリカに行きたいっていう思いが消えなくて、ある時名古屋の駅前の一番大きな本屋さんに行って個人ということで検索をしたんですね。そしたら私たちの個人が出している本があったんですね。でそれを注文して取り寄せました。でそれを読んで、事務所に電話して、東京にあります。月に1回で私は東京に行くんですけど、そして東京に行った時、ちょうど私が行った日に電話がかかってきたんですね。で電話を取りました。そしたら私はアフリカに行きたいと思ってるんだけどって話だったんですね。で次の週に私がちょうど名古屋に行くことになったんです。できすぎてるんですけどね、でも本当の話なんですね。で2003年だったと思いますけども、2003年に、そして私が次の週名古屋に来ますから来られませんかって言って来られたんですね。で来られまして、そして
まあ、初めて会ったんですね。でもちろん個人の話もしたんですが、まあ、いわゆるそれは、キリスト教の集会だったので神様の話をしました。でその後個人的にも話をしました。その時彼女はですね、2年間セネガルに行って本当に絶望していたので、もどうしても行きたい、でも行って何ができるんだろうかという葛藤の中にあったんですね。で一生懸命やったのにうまくいかなかったって、本当にセネガルの人たちのことを思ってたのにうまくいかなかったっていう、そういうなんていうかこう絶望感が彼女にあったんですけども、お話をしていったんですね。一生懸命頑張ってもうまくいかないことがあるって、どんなに私たちが言う意味で愛していてもすれ違うことがある、傷んでしまうことがある、傷つけ合ってしまうことがある、それは実は本当は人間は、聖書が言っている、日本人が神じゃありませんよ、日本人が神っていうのは英語で言えば小文字ですからね、聖書が言っている英語で God、ね、ヒストリーというのはヒズストーリー、神の物語ですから、その本当に 聖書で言っている天地を作られた歴史を導いている私たちよりもはるかに高いその神様がいて、その方が私たちを作って本当に愛してくれたんだけど、人間はそこからずれてしまった、神様なんかいらない、神様なんか、なくていい、あるいは神様わからない、自分は好き、自分の好きに生きたいって言ってずれてしまった、このずれたことを聖書では罪って言うんですね。ギリシャ語で罪ってのはハマルチアと言います。新約聖書はギリシャ語で書かれていますけども、ハマルチアっていうのはずれっていうことから、ね、言語で訳せばずれなんです。神様からずれてしまった、その結果人間は一生懸命来ていてもうまくいかない、まして適当に来ていたら、ごまかしていたらもっと最後には刈り取りが来るということになったんですね。でその話をしたんでも、イエス・キリストはそのずれてしまったずれをもう一遍戻して、本当に神様と神様の愛の中に来て輝いて生きれるように、喜んで生きれるようにするために十字架にかかってずれてしまった罪を身代わりに引き受けて、罪の結果をもたらされる死、そして呪い、裁き、これ全部引き受けて死んでくれたんだよって話をしたんですね。彼女は一生懸命生きてきた人でした。そして絶望した人でした。この話がすごくすんなり入ったんですね。そしてですね、よくわかるんですね。確かに一生懸命やったらうまくいかなかったって、そういうことだったんだって。で彼女はすごく素直に、もう結構キャリアなんですよ、ね、でもすごく素直に信じられました。そしてそれから1年経って、2004年の9月、1年とちょっとかな経った時に、今度はザンビアに行ったんです。前とは違うんで、今度は英語なんです。で彼女は英語がうまくない、ペラペラなんだけどうまくない、フランス語がペラペラすぎてそれに比べたらうまくないから英語はできないんですけどと言ってますけど、あれだけ喋れたら十分ですねそのね、行ったん。そしてどういうところ行ったら、カセンガと言ってザンビアの人がベリーベリープアっていうぐらい貧しいところなんです。電気が来ていません、水道がありません、そして、ガスもありません。今の日本人には理解できないと思いますが、現地に行ってですね、個人のハウスを作る途中だったのでできてなかったんで、10キロ離れた農家に、農家で言ってもすごいんですよ、日本の農家じゃなくて、そこに住んで、そして、自転車で通って現地の人に薪で火を起こすことを教えてもらって、薪で火を起こして、そしてそこら辺にある野草を現地の人と一緒に食べて、貧しい地域だからね、ザンビアだってルサカという人は結構リッチな人たちいっぱいいるんですけどね、全然辛くないんですね。本人はこう書いています。帰りたいとか辛いと全く思わなかったって。本当にそうだ、嘘じゃなくて本当にそうだと思います。そしてそこでですね、子供たちを引き受けて、そして今はですね、自分たちの自給自足の果樹園とか畑とか、40人ぐらい現地の貧しい子供たちを集めてやる学校と、で個人があるんですね。それでテレビになったんで、見てください、本当に感動しますから。見た人たち何人も泣いておりました。すごく感動しますね。ただしね、キリスト教とか一切出てきません。テレビは実にうまいことカットしてあります。それは一人の個人というのは出てきます。でもすごくうまいことカットしてキリスト教だけは出していませんが、しかしそれでですね、で彼女はなぜザンビアでは、ついにザンビアの人、12歳ぐらい若い男性ザンビア人と結婚して、今3人目の子供を産むために日本に戻ってきています。で2人目だったかな、2人目の子供かな、なんか産むときに日本に戻ってきて、ちょうどそれが2011年3月11日だったんです。東日本大震災。彼女は実は宮城県名取市出身なんです。九州の人はあまり知りませんが、名取市っていうのはもう被災のど真ん中です。それにまともにぶつかったんで、実はその2日ぐらいに帰る予定だったんです。まともにぶつかって次の日、
外に出たら、あの彼女が聞いたことがね、あのガードレールのね、そのところにね、こうところどころあるじゃないですか、そこにこう、こうやってそのガードレール抱えながら、こんな恐怖の顔ができるのかというぐらい恐怖にまみれて、口を開けたまま恐怖にまみれた顔でそのままで死んでる人がいたそうですね。でそれを見て、あの愕然として、そしてすぐにダンビアに電話をして、ちょっと帰るのを伸ばしたいと言って、そして自分のできることを、そのまさにその名取市の真っ只中で自分のいいことをいっぱい一生懸命しながら、あの賛美隊なんかを呼んでですね、あのコンサートをして慰問をしたりしながらね、それをしばらくしてからダンビアに戻ったんですね。ダンビアの時も日本にいる時も、彼女はその中でも本当に生き生き働いたんですね。であの、テレビを見るとね、本当に感動します。なんであんなに彼女は今輝いて、そんな巻だけでしかできなかったところから始めて、今はね、ルサカの方にいるんですけども、個人に時々こう通ってるんですけども、あんなに喜んでできたのか。セネガルで一生懸命やった時うまくいかなかったのに、簡単ですね。彼女はキリストを知ったんです。本当にキリストに出会ったんですね。そしてこのイエス様の愛を知って、本当にその愛を知って、自分の中にどんなに絞り出しても愛は出てこないけど、本当にキリストを知って、キリストと一緒に歩き出した時に、本当にその人に愛されていて、自分もそのキリストの愛を流していけばいいということを知ったので、薪で火を起こして、たっぷり食事をし、本当に貧しいんですよ。2回ですね、なんだっけ、肺からうつる病気と忘れした、死にかけたんですね。マラリア、そう、ありがとうございます。マラリアに2回なって、2回とも死にかけてるんですね。でもダンビアから、今子供のために帰ってきてますけどね、でもザンビアから本当に一生そこで骨を埋めるつもりでやっておりますね。なんでそんな気持ちになれるのかなって、私が言ったわけでもない、周りが言ったわけでもない、それは彼女の中に本当にキリストを信じて、その愛を受けているからですね。ではね、神様に栄光意義なんてないんです。人はみんな違う問題でぶつかります。みんなそれぞれ違います。本当の孤独っていうのはたった一人ぼっちじゃないんです。昔の方は貧しかった、その時貧しくても平気だった、今豊かになった、この豊かさの中で貧しいと孤独なんです。たくさん周りに人がいるのに、誰一人自分のことを分かってくれない、こんなに一生懸命なのに本当のところ誰も分かってないって思える時、とっても辛いのです。なんですね。でもイエス・キリストはその時に、そのあなたをそのままで、さっきあの一村さんのやりましたけど、あんな綺麗な顔だったのに化け物みたいになってしまって、自分の大好きな子供から化け物と言われて、あんな傷ついていたのに、彼女を夢ってんですね、元に戻りたいとは思わないって、本当に神の愛を知ったら、自分はこの喜びの中に行きたいって、これ皆さんね、建前で言える言葉じゃないんです。で彼女は今本当に、これ日本の東北の人がね、お医者さんが手術してね、もう随分綺麗になりました。本当に、ね、美しくなりました。でも美しくなったから輝いてるんじゃなくて、彼女はそのまだ顔がまだ完全に戻りきってなかった時に講演会に行くようになったんです。笑顔で。なぜそれができたのかって、本当に自分は愛されているって、自分は一人じゃないんだって、その愛を知ったから彼女はそうやって生きれた。今日テレビになりました青木さんも本当にそれを知ったから、自分に絶望し自殺未遂までした彼女が本当に喜んで、アフリカの子どもたちと生き生きと今生きてるんですね。で、あなたにもそういう人生を神は用意しています。日本かもしれない、世界かもしれないし、どこで生きるか知らない、どこで生きたとしても、本当に自分が愛されていることを知って、そして自分が一人でないことを知って生き始めるとき、人は神様が用意した舞台で輝いて生きれる。ぜひね、その人生を生きてほしいなと思います。でそれはこのイエス様の十字架を知ったとき、これを信じたとき、その愛の中に生きるってことをね、ぜひ覚えておいてください。お祈りをします。天のお父様、コンサートをありがとうございます。たくさん、賛美を聞いて本当にありがとうございます。どうか彼らの中にいるイエス様を知って、本当に新しい人生を一人一人が歩んでいけれるように、どうぞ導いていってください。最後にお祈りをしたいと思います。この機会に、そういう愛があるなら私もそういう愛を受けたい、そういう愛を信じてみたい、本当に自分もそういう人生を歩んでみたいなと思われる方はですね、神様は心を見るので、心に信じて祈祷され、口で告白して救われるって聖書なので、
声に出して私について祈ってみてください。その時に目には見えなくても本当にあなたを愛したらイエス様の愛が心に注がれてきて、あなたの中にキリストが住んでくださいます。ですからこの機会にぜひ祈られることをお勧めします。でまたすでにイエス様を信じていらっしゃる方も声を出して一緒に祈ってほしいと思います。それではお祈りしますので私について祈ってほしいと思います。天のお父様、私の心を開きます。イエス・キリストが私の中に入ってきてください。神様の愛を私にも分かるように教えてください。確かにずれていました。そのことを悔い改めてイエス様を信じます。神様の愛で満たしてください。輝いて生きれるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、ありがとうございました。感謝します。はい、礼拝体験のコーナーでした。ありがとうございました。それでは残すところあと1曲になりました。まあ、その最後の曲を山里ゴスペルクラブの皆さんに歌っていただきますが、準備をしている間に今なしたあの礼拝というものがですね、神の島の朝教会では毎週たくさん行っていますので、そのお知らせをよろしくお願いします。はい、礼拝はですね、朝、早いのはですね、一番早いのは、早朝の5時半からです。早朝5時半から、はい、そして、その次にこう第一礼拝がですね、はい、こう7時半から朝7時半からですね、あります。そしてこう次がこうメインとなり、はい、その日曜の礼拝でこのメインとなります、はい、こう第二礼拝というのがですね、こう10時からあります、はい、このメイン礼拝はあの外国人の方のために通訳をつけていたり、まだ子供の人、子供の子も受け取っている礼拝です。はい、そして、次はこう午後ですね、こう昼から、はい、昼2時、こう14時からですね、はい、この午後の礼拝は、はい、午後の礼拝、私が司会をさせていただいたり、あの賛美の導きをさせていただいたりしています。はい、次はですね、16時今度は午後4時が、インターナショナルサービス、これは英語礼拝というものです。はい、外国人の方のための礼拝です。はい、そして最後こう夜、19時ですね、19時は、カリスマ礼拝というものです。はい、そして日曜日忙しいという方のために月曜日朝10時10分から礼拝をしています。はい、ぜひですねコンサートを来られももちろんですが、礼拝にもあの遊びに来ていただければと思います。それでは最後に、一番最初に歌いました主を喜ぶことは力という曲をもう一度、歌いたいというふうに思います。ぜひですね皆さんも立ち上がれる方は立ち上がっていただいて、手を叩いて踊って歌っていただければと思います。よろしくお願いします。Praise him, the Lord, and brightness from the Lord. We are joyful just because we rejoice in the奇跡喜んでよ
主を喜ぶことは力だから、この困難もあの問題さえ祝福と恵みに変わる奇跡。The Lord, brightest of the Lord, we are purple just because we rejoice in the Lord. Praise the Lord, brightest of the Lord, we are purple just because we rejoice in the Lord.はい、ありがとうございました。本日のコンサートはこれで全部終了です。最後にですね、あの後ろの方にお茶やお菓子が出ていますので、ぜひお食べになりながら、あのお話をされながら帰ってくださればというふうに思います。ありがとうございました。